セカンド強い打球でしたが、ここは浅村反応しています。さばい、ヒットが1本出れば何かね、いい流れはつかめそうなんですけどね。ショートへの打球か、ここは小深田一塁送球、ナイスプレーになっていましたね。なるほどね、小深田です。これはレフトへの打球ですが高く上がって、西川はもう落下点に入ります。でこれはショートへのボール、ダブルプレーコース 6-4-3 と渡るツインキラーダブルプレー、ジャストがキングで最後までは出ませんでした。大井というのはちょっと追っています。これは振り抜きましたが高く上がってないと飛んでいます。島内、これは当てるバッティング、サードへの打球は渡辺がチャージしてきて一塁送球、足のセカンドへの打球、浅村がさばいてその間に松本はサードへ進んでいます。あと三振に終わってツーアウト、まずは返せず引っ掛けて、これはサード渡辺送球、スリーアウトでランナーサードに残念、素晴らしさを感じてるんですよ。アルカンタラはもうそんな話をしている間に三振に終わっています。3球、センターの強い打球ですが、ここはセンター達人がバックして、これながら知ってもあればそんなバカバカ出ないんじゃないかなと勝手に思ってます。そうなんですね。さあでこれはゴロになっています。神谷ですが1勝だけ、これはどうだ、渡辺ファウルグラウンド追いかけて追いつきました。すごいな。ボスの期待には応えられませんでした。セカンドへの打球、浅村ということにはなりますけどもね。アルカンタナは打ち上げて、これはサード、いやレフトですね、田中和樹が打ったんです。野村反対方向、ナイスバッティングですがライト、ここはライト島内が取りました。引っ掛けています。これはフェアです。スリー投球、ある住谷のでこれは万波中正はセンターへの打球伸びません。最後はインコース、空振り三振、釣り合う右方向へのこれがヒットになりませんがダイレクトキャッチします。これはいい当たりですがサード渡辺が取って一塁送球はどうだ、アウトになりました。3塁へ2&2、最後は空振り三振。今日の軸はストレートか。